Everybody, Dio です。はい、今回は本当のあなたはどんな人だということでね、本物の魂はクリエイティブなんだよっていうテーマで話していきたいと思います。まあ、今回の動画はいつもと同じようにね、どなたでも楽しんでいただける内容になってますけど、特に生きていくのが苦しい、なんかこう社会と折り合いがつかないみたいな、まあ生きているのがなんとなく不安で厳しいっていう人が、もっと楽に人生をハッピーポジティブに生きていくためのきっかけとなるような動画っていうコンセプトで作っております。まず最初に今回の動画でお伝えしたいのは、我々は誰しも2つの自分を持っているってことなんですよ。それは魂の自分と社会に作られた仮初めの自分、誰しも2つ持ってると思うんです。魂の自分ってのはスピリチュアル用語ではハイヤーセルフだったり、インドの言葉ではシンガなんて言ったり、生まれる前の高次元の世界とつながっているエネルギー的な自分、魂の奥底のコアの部分ですよね。これを一回見つけられたらば、もう一生ブレることはないっていう本当のあなたの姿。まあ、英語の myself をもじって、魂セルフと呼んでおきましょう。で、もう一個のあなたは、社会に形成された仮初めのアバターのようなあなた。これを魂セルフと対比して、社会セルフってこの場合で呼んでおきましょう。論理的や合理的な思考だったり、常識とか、他人の目とか、社会の物差しとか、そういったものを気にしている自分。で、我々は、こう、生まれて幼稚園入って小学校、中学校って、この小学校、中学校とか高校とかって、社会セルフの私たちしか育ててはなかなかくれない。魂セルフを、魂の本当の自分をどうやって育てていったらいいかっていうのは、結構ないがしろにされて、ないがしろにされて、そのまま大人になってしまったのが我々だと思うんです。例えば社会や学校や、まあ会社、そういった組織が人材、優れた人材として人を認める時って、なんていうかな、この社会セルフのあなただけで評価するというか、まあ、社会的な数値化できる、まあ経歴だったり、資格だったり、テストの点数だったり、そういった、まあ可視化しやすい社会セルフのあなただけを評価しがち。で、なんかこう、魂セルフのあなたは、どうしてもなんかこう、見落とされがちな感じがしてるんですよ。そういった、まあ社会や会社っていう組織が、社会セルフのところばっかり見るから、当然そこにつながっていく学校っていう機関も、まあ、魂セルフよりかは社会セルフにフォーカスしがちっていう。まあ、そういう仕組みになって当然ですよね。で、皆さんは人生において成功って何だと思います？お金持ちになることですか？有名になることですか？俺は人生における成功ってもうたった一つだと思うんですよ。それは魂セルフですよね。魂の本当のあなたを完璧な状態まで成長させて、魂として完全な状態になること。これがこの3次元、地球という星にわざわざ生まれてきた理由。この物質的な地球っていう星は波動が低いんですよ。そういうとこにわざわざ選んで生まれてきた理由っていうのは、社会セルフというトラップをくぐり抜けて、いかにして自分の本当の魂の部分とつながれるか。これが人生の目的だと思うんです。基本的に魂セルフを無視して、社会セルフだけをこうずっと成長させていったような人ってのは、どこか満たされなかったり、どこか苦しみ、不安を抱えて生きてると思うんですよ。まあ、中には魂セルフの自分と社会セルフの自分とそんなにこう隔たりがない人もいて、自分がありのままで楽しくしていることがものすごくこう社会に適応できるなんていう人もいるんで、まあ一概に全員がそうとは言えないんですけど、少なくても今病んでる人とか、今楽しくない、なんか不安って人は、みんな敏感な人なんですよ。スピリチュアリティが高い人で、こういったこうスピリチュアリティが高くて敏感な人ってのは、
社会セルフだけ育てていったらもう苦しみが強まって強まって辛く辛くなる一方なんですよ。ちゃんと自分の魂も育ててますか？ここがすごく大事になってくるんです。社会セルフだけこう育ててきて、あなたのアバターだけ表面上っ面だけ育ててきて、あなたの心の奥底の魂の部分、泣き叫んであなたに助けを求めているかもしれませんよ。人の評価や社会の物差しばかり気にして押し殺してきてしまった自分はいませんか？いや、いたわっていう人、いや結構魂殺してきたかもしれないっていう人、はい。じゃあどうしたら魂は育つのか。これは簡単なことなんですよ。答えはクリエイティビティです。クリエイティブに生きていくことで魂ってのは成長します。オリジナリティとも言えますね。クリエイティブって聞いて、いや私アーティストじゃないし、いや俺別に芸術家じゃないし、クリエイティブなんてよくわかんないっていう人もいるかもしれないですけど、クリエイティビティイコールアーティストではないんですよ。まあ俺はミュージシャンだからいろんなアーティスト見てきましたけど、中には社会セルフしか育ててきていないミュージシャンもいっぱいいるんですよ。全然クリエイティブじゃないアーティストなんて、まあ、そんなのアーティストじゃないし、クリエイティブじゃないミュージシャンなんていっぱいいるんです。クリエイティビティっていうのはアーティストだけの特権ではなくて、すべての人間に対して優しく開かれているもの、それがクリエイティビティなんです。クリエイティビティって言ったら皆さん何を思い浮かべますか？絵ですか？音楽ですか？詩ですか？映画ですか？ YouTube 動画制作ですか？いろんなことをね、人それぞれ思い浮かぶと思いますけど、クリエイティビティってのは何も特別なことではない。クリエイティビティってのは好奇心です。例えば、いつもとはちょっと違う道で帰るとき、道を歩いていて目についた花の名前を調べるとき、なんかセミって食えるらしいな、セミ食ってみようかなってセミ食ってみるときとか、いやなんかちょっとパンツ、みんなパンツ履いててなんかみんなと同じ嫌だから俺ふんどし履いてみるわとか、変顔を自撮りして友達に送りつけるときとか、誰も見てない時に変な踊りを踊ってみることとか、クリエイティビティそのものってのは無意味なものであることがとっても多いと思います。要は思いつきでやってみること。思いつきってのはインスピレーションで、インスピレーションってのは受信なんですよ。インスピレーションってのはメッセージを受信するってことで、大人の脳みそ、社会の脳みそはすごく合理的でロジカルだから、いやいやそんなこと無意味っていう、無意味なものをこう、無意味なものに対して排他的になってしまう大人の脳みそってあると思うんですけど、そういった無意味なインスピレーションを実行する、とりあえずやってみる、これがクリエイティビティだと思うんです。合理性とか生産性とかロジカルなものとか、そういうのとはあまり関係がないもの。別にクリエイティビティってのは崇高なものでも何でもないんですよ。とりあえずやってみましょうってことなんですよ。この社会とか都市っていうのは合理性とか利便性を追求したデザインになってるので、どうしてもこの人間の社会、現代の社会に馴染むってことは我々の心や意識をシステマチックに、オートマチックにしていくっていう、そういう作用もあるんです。クリエイティビティってのはある種ルーティーンから抜け出すことでもあると思うんですよね。お決まりのパターン、お決まりの思考パターン、いつもと同じ景色、同じ道のり、こういったところからどうやって抜け出していくか、オートマチックで勝手に自動的に進んでいくこの社会的な脳みそからどうやって抜け出していくか、これやり方ってのは本当に人それぞれ自由なんですよ。今までの動画でも結構何回も言ってきましたけど、好きなことですよね。あなたが心地よさ、気持ちよさを感じるものってのは、あなたが生まれ持った魂のきらめきである場合が多い。つまり好きなことを、気持ちいいと思うことを続けていくことによって自然と魂とつながる、魂と育っていくっていうこと。だからこれが当然ね、ブログを書くっていう人もいるし、絵描く人もいると思うし、曲作ったり歌ったりする人、走るのが好きって人、サッカーが好きって人、いろんな好きがこの世にはあります。何々しなければならないとか、何々すべきだと思って義務的な気持ちでやることってのは大抵社会セルフが作り出している幻ですよね。とってもシステマチックで利便性を追求した俺たちの思考。だから、まあ、とりあえず、
気の向くままに好きなことやりましょうよってことなんですよ。まあもうねやってるって方もいっぱいいると思いますけど、中にはね、いや好きなこと何か分かんないとか趣味とかないしっていう方もいると思うんで、そういう人がもしいたらおすすめなのは散歩です。散歩、これはまあ好きなこと今あるって人も散歩は超おすすめで、本当に気の向くままに目的地を決めずブラブラ歩くのがとってもいいんですよね。散歩をする意味とか、例えばね、そのダイエット目的とかね、そういった意味とか目的地とかそういうものを紐付けちゃうと、どうしてもこう社会脳が働いちゃったりするので、本当に当てどもなく気の向くままに歩く、これがとってもおすすめで、本当にアーティストの友達、まあ俺も散歩とかね登山とか好きなんですけど、なんかただ歩いてるだけでインスピレーションがふってこう湧きやすいっていう友達アーティスト結構多いんですよ。なんで皆さんもちょっとなんかこう社会のシステマチックにとらわれて、なんか最近社会セルフばっかり使っちゃってるって思う方がいましたら、たまには散歩、家の周りがなんかこうね、いつも見てる景色でちょっと飽きてるって方は、特に見たことがない景色の場所を散歩するのがいいんですって。海外旅行行くとめっちゃこうなんか開放的な気分でわーってこうすごいんですよ。もう俺もシンクロニシティとか起きまくるし、海外でわーって言うと、であれってやっぱり右脳がめちゃくちゃ活性化されるんですって。見たことがない景色をバーって見るとすげーこう刺激が、フレッシュな刺激が脳に飛び込んできて、で海外建物とか道とか、まあ言葉もそうですけども、違うものばっかりだからそういう風になるっていう。だからまあちょっと普段の家の周り散歩するの飽きたって人は、電車でちょっと遠く行ったりとか、まあ俺は登山をおすすめするんですけど、行ったことのない場所に行って、当てでもなくプラ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 歩いてるだけで、気がついたらばあなたの魂セルフ、本当のあなたの魂が育っていって、思いもしないアイディアだったりインスピレーションだったりポジティブなメッセージだったり、いろんなものを受け取れるきっかけになると思うんで、はい、よかったらぜひ散歩、クリエイティビティを取り戻していってみてくださいね。はい、今日はこんな感じで終わりたいと思います。いかがでしたでしょうか。よかったと思った方はグッドバイブスボタン、感想ある方はコメントください。本当になんかこう好きなことすればいいんですよ。好きなこと、システマチックじゃないこと、お金のためだとかステータスのためだとか見栄えだとかじゃなくて、本当の自分の心に耳傾けるってことですよね。自分が好きなこと、やってて心地よいって思うことをとりあえずやってこう、行動していこうってこと、それがまあクリエイティビティだと思うんですよね。もう何も難しいことじゃないので、はい、コツコツね、ぜひ皆さんもなんかやってみてください。些細なこと、本当に些細なことでいいんですよ。もうちょっと作ったことない料理を作ってみるとか、食べたことない果物が売ってたからちょっと買ってみようとか、なんかルーティンから抜け出すってことなんですよね。うまく言えてるかどうかわかんないけど、俺が思うクリエイティビティってそういうことです。はい、皆さんが魂とつながってハッピーポジティブにエネルギーと共鳴して生きていけますように、ビッグラブをお送りして終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you guys for next. またねー。